はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ。今回は、遠出したいと思っています。遠出をして、興奮期かなんか切磋琢磨かわかんないけど、それの、材料集めをしたいと思っているんで、とりあえずね、ボルト、9ミリボルトと、どうしようかな。インベントリどっかに適当に突っ込んでいこうか。キャンディーチ。こっちもめんどくさいね。クワも入れといくか。よし、こっちにも後入れといちゃいましょう。帰ってきた時にか取るか考えよう。入れて。で、いるのは、スコップいらない。ピッケルだけにして、ストーンといらないかな。草も。トーチもいらない。ウッドフレームは持っていくか、一応念のために。ステアいらない。包帯、飲み物。銃、いや、こんなもんだね。こんなもんで、ちょっと遠出しましょう。インベントリできるだけ、スマートにしたんで。これで、何をしたかとか、食べとこうと思ったんだ。ご飯がないね。ご飯がないね。ご飯はもう現地調達ということで。行きましょうか。もう走り抜けましょう。ビールで。ビールで走り抜けていきましょう。よし、行きます。さあ、方角決めてなかったね。方角は行ってない方角行きましょう。で、あわよくば砂漠に行ってアロエを回収していきたいんで、こっちの方角行ってみましょうか。こっちですね。今まで行ったことのない方角。ビールを飲んで、あ、You are not thirsty。 喉が渇いてないって言われちゃいました。これ回収しながら行こうか、ついでだから。うわ、危ない。いきなり骨折とか。笑えない。これも拾っとく？拾っていこうか、鉄の材料に。石は特にいらないかな。石は特にいいとして。草拾っちゃったね、今。まあいいか。スタミナもう減ってきたな。向こう側に行こうか。こっちは何なんだ？いや、なんかいいや。あっちゾンビいっぱいいるやん。何や、別に。ゾンビは、ちょっと虫気味で。いくらでも倒そうと思えば、いるんだから。倒さないっていう選択肢もありだ。なんじゃ、ここ、デコボコしてるな。もうスタミナ切れた。スタミナ切れはね、犬に追われた時に、命に直結するんだよね。よいしょ。ちょっとスタミナを気にしながら走っていこうか。いきなり、ちょっとスタミナ回復するついでに、薬を落としてくれないか、期待しつつ。アルコールだね。まあ悪くないんじゃないでしょうか。他のやつはいいかな。デブはいいかな。お、家だ、家。いきなり家発見。走ってこうか。車止まってるかな。でも車といえば道だよね。道沿いに移動するべきだったのかな。ちょっと後々めんどくさくなったようなんで、ゾンビは軽く倒しながら行こうか。犬いますね、犬1匹倒した。もしかしたらあと2匹ぐらいいるかもね。あの建物よく、犬がいる建物な気がする。なんて言うんだろう。コーン畑のそばにある時も、あれ、犬が待ち構えてたと思うし、もう一匹ぐらいどっかにいるんじゃないかな、近くに。いないかな？いないね。
ああ、もうやだ、あいつ。結構周りにゾンビ多いな。結構周りゾンビ多いですね。地味に。嘘、フォード？ここでフォードか？そんなことないか？ああ、いっぱいいるような気がする。足音が多い。フォードまではいかないけど足音が多い。あ、あっちに建物ある。あっちに建物ある。めんどくせえな、回収するのも。ゴミだ、ゴミ。おお、びっくりさせないで。びっくりさせない。みんなもう、中入っちゃおう。中入っちゃおう、とりあえず。あ、草ブロックいいね。拾っとこうか。犬はいないかな。犬いないですね。こっちの上で前待ち構えてたんだよね。ボトルとウォーター拾って、あまりリードか。草ブロックをラッキーなんで拾っていきましょうか。2段目だけ取ってた。犬の飯、あ、イヤホンだけだ。今回の目的はそうじゃないからね。耕運機を探しに行くことなんで。次あっちの町行ってみましょう。あっちに建物がさっき見えたんで。キャンプかな、あれは。キャンプっぽいですね。キャンプは車が1台止まっていて、近づいたらゾンビがいっぱい湧いてくるイメージですよね。あ、なんか違うね。もうゾンビはいっぱい湧いたね。とりあえず全部処理しましょうか。今回はあれなんで、キャンプを漁りたいんで。あ、バレちゃったな。バレちゃったな。もう一匹あっちのやつが一体なんか。と、あとは左から来てるね、誰かが。いいねえな。めんどくさい、あいつ。いや、行き先にやろう。あれ、今のダメだって、ヘッドショットだと思ったの。外で暴走してる人がいる。あら、なんか増えてない？そうでもないの？後ろは来てないよね。来てないね。あとあれぐらいかな。あと家の中にもいるね、一匹。壊しちゃってるもんな、あいつ。よし、倒した。と、あとは、まあ、いっか、あとは適当で。近くにいるやつから倒しとけばいいかな。さあ、車来い、来い、来い。来なかったら、ガソリンだけ回収しとこうか。まあ、いいや。そういえばって言って回収しようとしたらもう全部死体が肉の塊になってたわ。ダメだ、あれ当たらん。当たらんとか言ったけど当てとくか。足速いのだからめんどくさい。と、何でしたっけ？そう、こっちの建物なんか、お、なんかまだいるんだ、どっかに。どっかに、マットレスはいらないかな。段ボール拾っとくか。グラスを解体しときましょう。と、あとは、下に見とく。あ、すぐそばにいると思ったんだけどね。壁挟んで。いないね。これと、
カバンもう1個。なんかこっちのカバン残念だね。コーン拾った。もうあんまり、1個持ってるかありがたみが少ないんだよね。で、まだ13時なんで、とりあえずもうちょっと進もうか。どこ行こうかな。何も見えないな。とりあえずあっち行くか。あ、マップ広げながら移動できなかったっけ。あっちでちょっと地形変わりますね。森みたいなところに。多分左のマップと境目だね。川があるから。そうだね。あ、コーンだ、コーン。もう拾う。あ、もったいないことした。もったいない。あ、あれは？あれ、今さっき行ってきたやつだね。建物ないかな、他に。車とか。失敗したな。道に沿ってった方が早かったな。ちょっと、こっちから歩いてって、橋を探しましょう。橋に当たったら道を追っかけてって、事故ってる車とか、そういうのを漁っていきましょうか。そうしましょう。それがいい気がする。プラスを解体しとこう。メンタルだいぶ増えちゃったな。どっちに行こうか。右？左？マップ見て考えよう。マップ見て考えよう。これ左に行ったら町の上に出るね。でも帰る時のこと考えたら、こっち行っても砂漠だろうからこっち行きますか。こっちから道に沿ってって行って、ちょっと右側に行ければいいなみたいな期待をしつつ行ってみましょうか。お、なんだこれ。ただの湖か。リードを分解しとこうか。他に解体できそうなのある？ないな。一旦帰ってもよかったかもね。スタミナは大丈夫。スタミナは大丈夫。あれうちが見つけた町だよね、最初の。多分ね。寄ってくか。なんか違うくない？ナースは医療品落とす気がするんで、借りたい。草いらない。いや。あれ？町こんなに広かったんだ、こっち。あれ？嘘。二つ目の町とあるのかな？いっぱい来てるね。やっとくか。中打ち合わせたいし。ああ、これでまたアニマルファットも拾って。めんどくさいな、いろいろ増えちゃうな。あ、ラッキー。あ、ずれてた。だいぶずれてた。よいしょ。家の中は一回車だけ漁っていこうか、とりあえず。あ、なんか嫌な予感する。キャンピングカーか。どうしよう。車が思ったより少ないな。車がこの町少ないぞ。あれ、あの建物なんだ。ちょっと豪華そうだね。作りがいい感じなんで、いいアイテムが寝てるかも。あれ地下室ある？地下室ありますよね。あ、ないか。カバン見て。おお、これか。食べ物食べとくか。あ、この家もちょっと強そう。豚か。食料今持ってるから確かに食いたいっちゃ食いたいよね。来たけど、ここで。何とか。
もう音がわかんないな。ホールじゃなさそうなんだけど、だいぶいっぱいいるよねっていう。だいぶいっぱいいるよねっていう音だよね。2度だけ拾っとこうか。ホールじゃなくても敵がいっぱいいたらこういう音鳴るんだね。猿の時間かかるんだよね。うわ、めんどくさいの拾った。鉄パイプ修理するかなんか。メタルストラップいける。車がないな。車が思ったより少ないですわ。この街はないね。バカだバカだ。インフェクション食らったし、狙えてなかったし。まあいいや、インフェクション食らったらもったいないな。え、嘘、近くね。マジか、今の距離で当たるのか。いや、やっぱ感覚がちょっとずつずれてきてますわ。あれは漁った車だよね。一周しちゃったな。あ、漁ってなかった。ファイアックスにガス缶。あ、この車動いてない。この車動いてません。 ゾンビに押されて車動いてる。よし、これでいっか。どこ行こっかな。犬いなかった、よかったね。犬いなかった、よかったわ。もう一発、もう一発頼む。空気やまない。どうしたどうしよっかな、どうしよっかな。これ漁ってみたい。あー、ダメだね。家はとっくに漁らなくていいかな。で、まあ、今回17分経っちゃったんで、街の中心ですが、一旦動画を切ろうと思います。で、次回はどうしよっかな。このでっかい町がまだ漁りきれてないと思うんで、一回戻りつつ町に寄って帰ろうと思います。うまくいけば、またなんか拾えるかもしれません。ということで、今回はご視聴ありがとうございました。良ければまた次の動画を見てくださったら嬉しいです。あと、こっちまで倒したいね。はい、ありがとうございました。セシカでした。